県内のジムから初、県出身者として辰吉丈一郎さん以来の世界王者。今日午後、岡山に凱旋しました。先輩たちや会長がずっと目指してきたベルトで、自分が取れたっていうのもすごいこう感慨深いし、これからその僕を目指して岡山県で頑張ってるボクシングをやってる人たちの目標になれたらなと思います。重さはやっぱあるんですけど、それ以上に、みんなの思いもこもってるし、そういう重さもなんか感じましたね。みんなで取ったベルトだなっていう、そういう重みは感じました。ホルフ時光がね、2回したですけど、2回とも敗れてね、それで3回目の正直じゃないですけど取ったですからね、もう本当に悲願ですわ。中学2年で倉敷市の倉敷森保ジムに入門した有利アクイ選手、生粋の日本人ですが、元世界チャンピオンの有利アルバチャコフに似ていることから、リングネームに有利と名付けました。 OHK の2017年の取材当時は、人気アニメエヴァンゲリオンが好きなことを語る一方で、ボクシングに真摯に向き合う姿が印象的でした。その後、メキメキと頭角を現し、2019年にはボクシングの日本フライ級王座決定戦で県内選手として38年ぶりの王者になるなど、実績を積んできた有利アクイ選手。プロテストに合格したのは、今から10年前の2014年、大学1年生の時でした。必要なるな、我が取ったですけどね、世界チャンピオンはとかいうのはちょっといきなりは思って、その当時は思ってなかったです。もう10年経ったかっていう気持ちで、もうあっという間だったんですけど、でもやっぱり長く感じましたね。自分がここまで来れるとも思ってなかったし、でも自分を信じてやってきてよかったなと思います。父の和彦さんは倉敷森保ジムで誕生した初のプロ選手。今回の偉業は格別だったようです。お父さんから、ね、代が変わって息子ですからね、お父さんも嬉しいんじゃないですか。昨日来てからはしゃぎよったから。世界王者を経て次の目標は、今後は海外でもやっていきたいし、もっと強い選手とやって自分の価値も高めて、で岡山県の人たちにも元気を届けたいっていうか、スポーツやってる人たちもだし、ボクシングやってる人たちにも、元気と勇気を届けたいです。今後はとりあえず強くなることだけを考えてやります。